韓国人の方が作ってくれてるホットクなんです。あの味に似てる。豚汁の具材、あとこんにゃくをアク抜きをして準備をしていこうと思います。豚汁を作ってみました。あとね、かぼちゃが余ってて冷凍してあったやつ、かぼちゃの煮付けもちょっと作ってみて。かぼちゃ気になる。どう？はい、めっちゃ美味しい。大丈夫？これ本当に美味しい。ちょっと時間かかるけど、いい感じ。これがかぼちゃの煮付けです。これめっちゃ美味しいね。豚汁、イエーイ。豚汁とかぼちゃの煮付けとちくわいただきます。豚汁。
ずれしちゃってるやつ。いただきます。同じ年ぐらいのいとこの女の子がいまして、で子供の時からずっと一緒で仲良く大人になっていったんだそうですけれども、ここじゃない、今なら3400フレーバーティーみたいな、クッキーと何かフレージェ、フレージェってやつらしい。ケーキがいいからケーキにしようかな。お家買い物して帰ってきました。ちょっと韓国のスーパーみたいなのがあるんで、これとお菓子、あとこれなんか気になったから買ってみました。でホットクをね作ってもらえて、手作りのこのホットクを少し温めて食べます。このホットクって韓国のおばちゃんが作ってくれてるホットクなんです。なんか新大久保とかにあるようなジョンのホットクだっけ、まあ、チェーン店とかじゃなくて韓国人の方が作ってくれてるホットクなんです。これ美味しいんです、本当に。これしかも200円っていう、本当に美味しい。なんかちっちゃくなった気がする。高いの、高いから。やっぱ私家で集中できるんですけど、もともと勉強とかする時も外で勉強してることが多かったから、こういう編集もねやっぱ外出てカフェとかでちゃんとしたいんですけど、今ね春休みなんだね。みんな本当に学校はって思っちゃうくらいにさ人多くて、平日でも。だからもう平日に行動するのはちょっと4月以降にしようかと思いました。あの出かけるとかね、ダイエットしますとか言ってさ、そういう宣言をしてたらあっという間にあれ生理前になっちゃったと思って、で今日予定日一応。作った煮物なんです。煮物食べようかな。この作りすぎたから。
馬馬になるとチャンピオンさ早く出すなのでなのでありがとうございます。美容師さんのさ終わったら一番食べようと思うんです。うわ買いますよねってこうやってさすがやつかうちが撮影しとこうよ。うんそうえあっ、気になる。あこれか。なんだ。こっちかな。ちょっと食べたいと思います、これ。君。表記では分かりにくい。これ1個ででも285カロリーだって思ったよりないって思っちゃうけどちょっと食べます。え、なんか可愛いな、可愛いよ、見て。あ、ちっちゃいクロワッサン甘っ。なんか食べたことあるの、こういうの。あの味に似てる気がする。日本でもあるこの味多分。赤い袋でここに赤い袋で目があるやつ、ここに顔があるやつの味に似てる。これそれとほぼ一緒。止まんないから食べてたんだけど、これ止めないと。最近ね、私すぐ胃もたれっていうか気持ち悪くなるの。自分では食べれるって思ってるし、いけるし食べたいって思って食べてるんですけど、それにお腹がついてってなくて、うわ胃もたれ気持ち悪ってすぐなっちゃうんです。年かな。だからラスト1個にします、これ。おはようございます。いいよ。おはようございます。今の時間は何時？午後の2時になるんですけど、絶賛生理2日目です。もうお腹痛いし、寝ても寝ても眠いし、ベッドから動きたくないんですけど、よりによって今日から夜勤をやることになったんですね。鎮痛剤飲まないとやってらんないし、行く時間がちょっと遅めだから全然ゆっくりできるんですけど、希望としては夜勤行く前にご飯を食べたい、ちゃんと。これかこれで迷って、これ食べてみようか。いただきます。100% の誕生敏感肌用化粧너무부어서빨리화장부터할게요오늘은햄이랑압구정도하고오랜만에금방피부연출할수있어요이렇게창의적으로나와서술마시러나오긴하거든요 이번에오픈한예쁜호차가있거든요그래서호차에가서너무귀엽다신경만들어